宙さ。確認しておいてくれ。ミッション内容を確認しろ。機体状況を確認しろ。前機出撃。新米、そう固くなるなよ。訓練通りにやればいい。だが61式戦車だからって油断はするな。装甲が抜けないからといって無傷で済むということではないんだ。なーに、心配いりませんや。少尉殿、俺たちのケツにしっかりついてくればあっという間ですよ。マット、新米を甘やかすのはどうかと思うぞ。まあそうですが、ひよっこをビビらせたところで一人前になるもんでもないでしょうよ。無駄話はそこまでだ。作戦開始。見張り台に発見されました。敵が警報を発する前に破壊してください。攻撃だな。だが、敵が警報を発しました。守備隊の増援もありえます。注意してください。もらった。管制塔に到達。制圧してください。ミディアが発進しようとしています。管制塔の制圧を急げ。最悪の場合ミディアを破壊しろ。ガスもらった。この落としてやる。管制塔を制圧しました。よくやったぞ。モビルスーツを仕留めるからだ。一度に会えば一人で。我々と共に先行降下した工兵隊のザクワンが61式戦車の攻撃により大破しました。そんな、モビルスーツの装甲を撃ち抜けるの。下がれ、油断するなと言ったんだ。敵さん、なかなかやりますな。できるやつだ。たちの決意についてこいよ。了解。敵撃墜した。敵もらった。最終ターゲットを確認。何これ。データを照合中。これはビッグトレイです。やれやれ。まったく大した情報分析だな。情報部は何をやってたんだか。しっかり仕事をしてもらいたいもんで。隊長、
この戦力では無理です。撤退した方が。下記任務続行、ビクトレイを叩く。隊長、陸の宇宙戦艦みたいなものだ。死角に回ればなんということはない。配管線と同じようにやれ。敵をやるには準備の整っていない今を置いて他にはない。我々に応援を待っている余裕はない。やれ。了解。ザ大物だな。最終ターゲットの沈黙を確認。少佐、敵司令官から通信が入っています。待ってくれ。撃たないでくれ。降伏する。敵の降伏要請を受諾する。了解。敵残存部隊は武装解除を始めました。各チームは本隊の到着まで制圧地区の警備に当たってください。司令部がもう少し抵抗を続けてくれていたら倒すチャンスがあったのだが、しかしよく訓練されたやつだった。確認しておいてくれ。ミッション内容を確認しろ。機体状況を確認しろ。前機出撃。よし、全チーム突入開始。繰り返す。突入開始。水路は遮蔽物もなく十分な広さもない。注意して進め。日記ロベルト少尉、あなたは前の作戦で活躍したのだから、発電所の破壊は私に任せなさいよね。いや、シャルロット・ヘープナー少尉、そういうことはどちらが確実にできるかで決めるべきでしょう。ここは爆発を踏んでいる僕が。なに、私が女だからって甘く見ないでよね。実戦の一つや二つなんて場数を踏んでいるうちに入らない。私だってきっちりやり遂げてみせるわよ。いやそういうつもりじゃないけど。二人とも喧嘩するな。俺から見ればどちらもひよっこでしかない。とにかく生き残ることを考えろよ。了解。you
撃墜。警戒警報、敵が侵入。繰り返す、敵が侵入。各セクションは警戒態勢。停泊中の潜水艦はどうなっている？一隻は補給が完了しており、クルーも乗艦させたまま待機中であります。よし、退避させるぞ。エイガー少尉、乗艦してください。機関をヨーロッパに無事に送り届けるのも召喚の任務ですので。すまないが、我々も戦うことができれば。仕方ありません、これも命令ですから。機関には機関の戦場が待っているということでしょう。ご無事で。各隊に指示あるまで何としても敵を食い止めると伝えろ。潜水艦クルーに伝達、発進準備。ゲート開け。敵が気づいたよ。敵はゲートを開けて潜水艦を出そうとしている。時間内にドックを押さえろ。潜水艦の発進を食い止めるのだ。発電施設を破壊すれば一時的にゲートの開放を邪魔することができるだろう。ゲート開放まで3分。敵機を撃墜。くそ、どこから当たれ。敵機を撃墜。落としてやる。敵機を撃墜。敵機を撃墜。行け。電源施設を破壊する。破壊によりさらに電源の復帰が遅れるだろう。だが施設の破壊はほどほどになる。最小限の損害で済ませる。そこだ。撃破。電源が回復したようだ。カウントダウンが再開する。制圧を急げ。そうだ。敵機を撃墜。ゲート開放まで2分。当ててみせる。あれ。発電施設を破壊。ゲート開放を一時的に止められたはずです。了解、こっちは任せろ。ただもう少しかかりそうだ。時間を作ってくれ。敵撃破。敵どうだ。どこから。敵撃破。敵機を撃墜。敵機を
クソ、一石逃したか。稼働中の潜水艦を逃がしてしまったが、よくやった。基地攻略部隊より通信が入っている。地上施設、地下中層部の制圧に成功したようだ。別エリアのドックも制圧に成功したようだな。別エリアのドックというと、確かマルコシアス隊でしたか。ああ、何でもガキどものエリート部隊だと。なかなかやるようですな。新米二人もよくやったな。上出来だ。そう、そいつはちょっと褒めすぎじゃないですかい。無茶をせず生きていれば上出来ということさ。今のうちはな。確認しておいてくれ。ミッション内容を確認しろ。機体状況を確認しろ。全機出撃。前期突入開始。まず味方守備隊と合流しろ。敵は背後に現れた我々に動揺するはずだ。混乱に乗じて敵包囲網を突破しろ。さあひよっこども、俺のケツにしっかりついてこい。遅れるなよ。リアルから敵のモビルスーツ隊です。我が軍の後方を脅かしています。南部地区の部隊が混乱しています。あれが数機のモビルスーツに混乱するとは。南部の各指揮官に混乱した指揮系統を正常化させ、背後に迫るモビルスーツ隊に攻撃を集中させろ。敵が混乱しているうちに味方と合流しろ。私が行くわ。敵一機撃破。守備隊と合流しました。よし、作戦の第2段階だ。守備隊とともに基地を守り抜け。そこのモビルスーツ、こちらフェンリル隊のルローア少尉だ。支援に来た。我々は基地の北側、東側を守る。君たちは西側を頼む。こちらマニング運送、了解です。レンチェス勝利とともに配置につきます。当ててみる。撃墜したわ。敵機を撃墜。敵機撃墜したわ。
前に出る。もらった。全チームに次ぐビッグトレイが侵入した。お、敵さん、ようやく本気になったってことですかね。度重なる損害で手駒が少なくなったので、前に出るしかなくなったのだ。そういうことだ。敵の司令部を叩いて勝負を決める絶好のチャンスでもある。前期ビッグトレイを叩け。こちらエイガー少尉だ。ガンキャノン隊、攻撃を開始する。任せろ、俺たちが来た以上ジオン野郎もこれまでだ。行くぞ。攻撃効いているぞ。切ってくれよ。ターゲットの破壊は目前だ。最後まで気を抜くな。ぶっ飛ばしてやる。敵撃破。敵司令部の破壊を確認。敵が混乱、撤退していきます。よし、各チームに告げ、この機を逃さず追撃せよ。ただし深追いはするな。確認しておいてくれ。ミッション内容を確認しろ。機体状況を確認しろ。前期出撃。よし、各機配置についたな。状況を確認したところ、敵の動きが意外と早い。我らの防衛目標だった丘陵地帯はすでに敵の手に落ちている。まずは全力で丘陵地帯を奪還する。了解。グリーンチームはレンチェフ少尉とマニング軍曹で、ニッキー、ブルーチームを頼んだぞ。任せてください。敵爆撃機が接近中。
攻撃まずいぞ。で、どうだよ撃墜。やられてたまるか。どこか敵撃墜した。防戦しないと。この一撃でやる。いい攻撃ね。敵機を撃墜。待ちない。そこだ。おっと危ない。どうだよ撃墜。敵機撃墜した。どこから。敵機撃墜した。もらった。敵撃破。敵撃墜した。くそ、敵さんもやるようになってきやがったな。黒い三連星はまだなのか。倒しても倒してもキリがないわ。さらに悪い知らせだ。敵の主力部隊がこちらに向かっているようだ。丘が取れないことに業を煮やしたのだろう。何としても食い止めろ。お前たちならやれるはずだ。攻撃ターゲットが接近中。ターゲットの撃破を最優先にしろ。そんな敵撃破。敵撃破したわ。どうだ。どうだ。どうだ。言う。
戦闘不能、交代します。タブル、ターゲットの破壊を確認。よくやった。残りの攻撃ターゲットも破壊しろ。敵撃墜した。スクレイ敵一気撃破。こいつはどうだ。これでもスクレイね。ターゲットの破壊を確認したぞ。前期に次ぐ移動命令だ。これより指定ポイントに向かう。交代の部隊なしに移動ですか。我々がここを離れればとても守りきれませんよ。分かっている。だがこの命令は最優先だ。従わないわけにはいかんのだ。了解です。